はい、今日はトラックターミナルの食堂にやってきました。今から昼食を取りたいと思います。食堂は2階になります。車椅子用のスロープになってます。興味のある方はぜひ献血をお願いします。食堂の中はこんな感じです。まだ時間が早いのでお客さんが少なめです。まだ10時半です。テーブルの上は調味料がソース、醤油、一味、胡椒。これはドレッシングでしょうか。マヨネーズも置いてあります。楽しみです。ちゃんと感染症対策もしてあります。外の眺めはここからトラックターミナルのトラックが見えます。水はセルフサービスです。今から取ってきます。ミラクルちゃんぽんが来ました。すごい量です。今からいただきます。